ジョゼデ・アンシエタは、スペイン領カナリア諸島出身、イエズスカイ氏の宣教師で16世紀の後半に、ブラジルで連動を行った。2014年4月3日、教皇フランシスコによって聖人に列せられた。1500年4月22日のブラジル発見から1世紀に渡り、ブラジルの歴史に大きな影響を与えた。アンシエタは1554年のサンパウロ。 1565年のリオデジャネイロ創立の際の創立者の一人でもある。彼は文筆家で詩人であり、ブラジルで最初の文筆家とされている。アンシエタはまた宣教活動に没頭し、現地住民をカトリック信仰へと回収させた。マヌエル・ノブレが宣教士と共にいた、現住民の和平工作は、新天地への安定な植民地移住にあたって、 極めて重要であった。サンクリストバルデララグーナで、ジョゼデアンシエタの発祥の地。ジョゼデアンシエタラレナは1534年3月19日に、スペインのカナリア諸島、テネリフェ島のサンクリストバルデララグーナで裕福な、家に生まれた。彼の父フアンデアンシエタイエスケレッテギは、バスク地方のユレスティラから来た地主で、カール5世に対抗する解放運動に参加して、失敗し、 1525年にテネリフェに逃げてきた。彼の母、メンシア・ディアスでクラビホイール・レナはテネリフェの征服者の末裔でユダヤ系である。アンシエタはコインブラにある王立芸術学校で勉強するために14歳の時にポルトガルに渡った。彼は非常に新人が深かったため生殖に就くのが天命と感じ、1551年に コインブラのイエズス会の大学で修練者となる許可を求めた。しかし、彼が勉強している時期に背骨痛を伴う重い病気にかかり、これがその後一生彼の頭痛の種となったが非常に優秀な学生で死の才能があるとみなされていた。彼はポルトガル語とラテン語を母語と同じように読み書きができるまで学んだ。1553年、アンシエタは イエズスカーが新大陸へ向けて送る第三次のグループの一員として選ばれ、第二大総督として国王から推薦されたドゥアルテダ・コスタに随行し、ブラジルに渡った。冒険的な旅とナンパの後、アンシエタと彼のいた小さな一団は1534年にブラジルに初めて作られたサンビセンテという村に到着した。 そこで彼はその地域に住むタップやインディオと初めて接触した。同じ年、ポルトガル人、イエズスカイ宣教師、マヌエル・ノブレガは、インディオがピラチニンガと名付けた、ティエテ川沿いの山脈聖波ドマールに向けて13人の宣教師を送り、そこに布教のための拠点を置いた。1554年1月25日にはその場所で初めてミサが取り行われた。そこで、 アンシエタは、イエズス会の同僚とキリスト教英の改修、洗礼や、教理問答や、教育活動を行った。アンシエタは、インディオに、ラテン語を教え、また彼は、インディオの言葉であること、以後を学び始めるとともに、辞書と文法をまとめ始めた。こういった作業は、実際、全世界のイエズス会宣教団が初めて、野蛮人と出会った後の、目的や習慣となっていた。 これは、サンパウロ・ピラチニンがイエズス会学校と呼ばれ、すぐに拡張を始め、居住民の核となって、栄えるようになった。一方で、ポルトガル人植民者が、インディオの村で、組織的な殺人、略奪を行ったり、奴隷化を企てたりしたことにより、現在のサンパウロ州、リオデジャネイロ州とエスピリトサント州の海岸沿いの、インディオの部族たちは反抗し、 タモヨ連合という同盟を形成し、すぐに、フランス人移住者たちから援助を受けた。フランス人移住者は、ユグノー帝徳代理のニコラ・デューランド・ビルゲニオンらに、指揮されて1555年に、リオデジャネイロ付近のグアナバラ湾に移住していた。この連合は1562年から1564年の間、数回にわたって、サンパウロを攻撃したが、町はこれらを食い止めた。 ポルトガル移住者たちと正反対の方法でインディオを取り扱い、この点で総督ドゥアルテダ・コスタラと摩擦を生んでいたアンシエタとノブレガは、イッペロイフ村でタモヨ連合と和平交渉を始めることを決断した。アンシエタのトゥピコの技能は、この交渉には必須であった。いくつかの事件や、もう少しで殺されるような出来事の後、アンシエタとノブレガは、最終的には、 インディオンの信頼を勝ち得て、タモヨ連合とトゥピ民族、ポルトガル人の間で和平が確立された。しかしながら、ブラジルの新総督、メンデ、サーの老いにあたるエスタシオサーが、フランス人入植者たちを追い払う命令を下したことから、平和は終わった。百六十五年、有力な支援とアンシエタ、ノブレガの賛成のも彼は、軍隊と共に、サンビセンテを出発し、 リオデジャネイロのポンジアスーカルのふもとに城壁を建設した。テネリフェ島のサンクリストバルデララグーナ氏のホセでアンシエタに記念碑。アンシエタは彼のタイの一員となり、ポルトガル人とその同盟インディオ、タイフランス人とその同盟のインディオのいくつもの戦いに軍医、通訳として参加した。彼はまたサルバドール・ダバイアにある 総督本部に報告する責任も負っており、1567年のフランス人との勝利を得た最後の戦いにも参加した。このような背景とは裏腹に、アンシエタとノブレガについての悪い噂が流れ、総督の面でサーが1559年、ユグノー難民の仕立てやジャケル・バローを逮捕したことについて彼らを非難した。異端者を抹殺したいという欲望から、死刑執行人が、 プロテスタントの死刑判決の実施を拒否した後、アンシエタが、ルバローを殺したというのだ。しかしながら、この話はかなり後に証拠となる文書によって誤りで、あることが証明されたが、噂自体はなかなか消滅しなかった。平和になった後、ノブレガの指揮によって、イエズス会の学校がリオに建設され、1570年、ノブレガの死後は、アンシエタが引き継いだ。 彼の病弱な体、徒歩や船の過酷な長旅にもかかわらず、アンシエタは次の10年を、リオデジャネイロ、バイア、エスピリトサントとサンパウロという広い範囲を旅をして、イエズス会の選挙強化のために驚くほど広範囲の仕事を行った。1577年、第4代のイエズス会総会長エヴァファード、マーキュリアンは、アンシエタをブラジルにいる会員の序列の中の地方、 最高位につけることを約束した。1591年、健康の悪化のため、彼は、業務の軽減を要請した。彼は、第二の祖国のエスピリトサント州、ヘリチバで1597年6月9日に、亡くなり、彼を、インディオの魂や尊厳を守る上での仲介者として、高く評価していた3000人以上のインディオに、見送られた。彼は、 人生やその後を通じて、ほとんど超越した存在のように考えられていた。彼が説教をしたところ、攻撃的なジャガーもおとなしくなったというような多くの伝説が生まれており、今日に至るまでアンシエータに祈ると、動物の攻撃から守られるという民間信仰が続いている。ジョゼデ・アンシエータは、ブラジル文学の創設者として、ノブレガと共に、 ブラジル最初の宣教師として称賛されている。彼は二つの町、エスピリトサント州のアンシエタとサンタカタリーナ州のアンシエタ、そして他の多くの場所や、道、団体、病院や学校の名前に名を残している。1980年、教皇ヨハネ・パウロ2世によって列服され、アンシエタは、祝福された、ジョゼデアンシエタの称号を受けた。 なおも彼を成人にまで昇格させる運動が起こり、結果、2014年4月3日、教皇フランシスコによって劣勢され、数計を集めている。それは、ペトロドベタンクールドゴカナリア諸島の第二のネイティブ成人です。イエズス会の伝統により、アンシエタは多くの交流関係を持ち、彼の上役らに主に手紙によって連絡を行い、火の打ちどころのないスペイン語、 ポルトガル語、ラテン語、トゥピゴを書いた。彼の著作は、手紙、報告書、歴史的な意向や説法として出版され、またたくさんの神学や宗教の教えに関する著作や演劇作品やし、そして初めてフルトゥピゴで出版された作品もある。彼は聖歌を作り、またいくつか書き、さらに音楽や劇の方法で、インディオに道徳を教えるために、脚本も書いた。 彼は有名な聖母マリアに捧げる有名な詩を書いたのだが、伝えられるところによればそれは、毎朝イッペロイング浜の湿った砂の上に書き、後にその4900節以上の詩を紙に書き留めるまで記憶に留めていたという。このような理由で、アンシエータは、ブラジルの文学と音楽の守護者となっている。彼は、歴史家や、動物、植物学者であり、素晴らしい下界。 内海であった。彼の残した明快で詳細な報告書は、この時代のインディアンやヨーロッパ人の生活様式、知識と習慣、さらには驚くほど斬新なブラジルの野生生物や地理を理解する上で、現在でも重要である。1560年頃書かれたアンシエタの、シデジェスティスメニデサーでは、勇者の異行、すなわち、ポルトガル人兵士たちが、 果てしない大自然を征服するための戦いについて記述している。エルパパカンベイエルテオイアルパードレアンチエダイエヌサント。ありがとうございます。